ロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者であるエフゲニー・プリゴジン氏が4月29日、ロシアの独立系メディアのインタビューに対して4月28日までにワグネル戦闘部隊への弾薬供給問題が解決されなければ、我々はバフムートを放棄し、最前線をウクライナ軍に明け渡すとの内容の最後通牒を添えた手紙を、ロシアのショイグ国防相宛に送付したことを明らかにしたみたい。ワグネル戦闘部隊への弾薬補給問題については、一部メディアなどから、補給が実施されて解決したとする報道が出ていたが、このインタビューの内容が真実であればワグネル戦闘部隊には未だにロシア正規軍から弾薬が支給されておらず、苦境の陥っている可能性があるとされているな。ロシア側からすると、主力であるワグネルを失うのは手痛いだろうね。ウクライナからすれば嬉しい状況になるだろうけど、さて今回はそんなワグネルの戦線離脱の件について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。プリゴジン氏は我々はこれまでのようにロシア国民を欺き、全てがうまくいっているというのをやめる必要があるとした上で、ウクライナ軍による反転攻勢は5月15日までに開始されるとして、正直なところ、ロシアは壊滅的な第三次の瀬戸際にあると言わざるを得ないと述べたみたい。その一方でプリゴジン氏は、バフムートの8割以上がワグネルの支配下にあり、市内の全ての主要施設や工場にもちろん行政庁舎も支配下にあるとしてワグネル戦闘部隊が優勢に戦っていると発言しており、バフムートでワグネルが掌握しなければならない地域はほんの一部だと述べて、ワグネル戦闘部隊が戦闘を継続可能な状況にあることを示唆しているんだ。そして、その発言を裏付けるかのようにロシア側から公開されている動画や画像などを見る限りでは、ロシア側はバフムート市街地の中心部から西部にかけて侵攻しているものと見られているのであるが、ウクライナ軍からは4月29日に、ウクライナ軍は命の道と呼ばれているバフムートと、西方 17km にあるチャシウヤルトを結ぶ主要補給路を依然として確保しているとの表明があるなど、バフムートをめぐる情報は混沌としているぜ。プリゴジン氏は4月14日にも、ロシア軍はドネツク州全域の制圧を達成できそうもない上、ウクライナ軍の反転攻勢で敗北する可能性があると突然 SNS 上に声明を投稿したことで波紋が広がっているね。この声明の中でプリゴジン氏は、プーチン政権は軍事作戦の終了を宣言すべき時だと述べていて、ワグネル戦闘部隊とロシア正規軍は2022年2月24日の戦争開始からこれまでに、ウクライナ領東部から南部にかけて重要地域の占領に成功しており、2014年から実効支配しているクリミア半島とロシア本土を結ぶ補給路となる回廊も確保できているとして、すでに十分な戦果を達成していると指摘した上で、侵攻開始からちょうど1年目となる2023年2月24日時点の戦線を停戦ラインとしてゼレンスキー政権との停戦交渉を実施すべきだと主張したんだ。そして、もし即座に停戦しない場合、ロシア軍はウクライナ軍の反転攻勢によってこれまでの占領地域を奪還される可能性が高く、その結果として国際社会における威信を失う恐れがあると指摘した上で、ウクライナはかつてロシアの一部だったかもしれないが、今では独立した国家として存在していることを認めるべきだとも述べて、ウクライナをロシアの一部であると主張して侵略を始めたプーチン大統領に対して異議を唱えたことから、国際社会はこの声明に対するプーチン政権の言動に注目していたよ。しかしながら西側諸国当局や多くの軍事専門家やジャーナリストなどからは、プーチン大統領をはじめとする政権幹部が目標が達成されるまで特別軍事作戦を続けると断言していることから、プリゴジン氏の停戦を進める警告が取り入れられる可能性はほとんどないと見られているぜ。また、ショイグ国防相などロシア軍の中枢とプリゴジン氏との間の確執を伝える情報から、ロシア正規軍とワグネル戦闘部隊の間の連携はほとんどないと見られていたけど、それを裏付けるかのように4月23日、ウクライナ軍参謀本部が正規軍と戦闘部隊との間で銃撃戦が発生したと見られるとして明らかにしたよ。ウクライナ軍参謀本部が明らかにしたところによれば、
ドンバス近郊で戦っているロシア軍正規軍とワグネル戦闘部隊との間の緊張がここへ来て頂点に達していると見られるとしていて、これまでにバフムート攻略に手間取るなどして戦果を上げることができなかったロシア軍とワグネルは、その責任を互いに転嫁しようとしているというよ。そして、どちらも自軍の戦術ミスや被害の責任を相手に押し付けようとして反発した挙句の果てに、ルハンシク州内で衝突が起きたとして、最後には銃撃戦へとエスカレートして、双方に死者も発生した模様だと出たとしたが、この事件が発生した正確な日時や死者数、事の顛末などについての詳細は伝えられていないみたい。また、ワグネルでは戦闘員の不足に伴いロシア国内の刑務所の受刑者を、刑期の恩赦と報酬を約束した上で戦闘員として募集して最前線に配備していたんだ。それら受刑者兵は戦闘部隊の練度が高いベテラン傭兵たちの弾よけのような扱いで、ウクライナ軍陣地への無謀な突撃を実施したために大損害を被っているものと見られているんだけど、中には少数ながら生き残り6ヶ月の契約期間を終えて恩赦によってロシア国内に帰還した者がいるんだって。その元受刑者が帰国した後に再び殺人事件を起こして逮捕されたことをロシアの独立系メディアが報じていたね。この元受刑者はイワン・ロッソマヒンという名で、2019年に殺人事件で逮捕され懲役14年の判決を受けていたんだ。ワグネルの戦闘部隊に応募した後、2023年3月21日にキーロフ州にあるふるさとの村に帰還したが、村の住民によるといつも酔っ払い、斧を持って歩き回っていたとされ、住民たちは夜も安心して眠れないと証言していたというよ。車の窓を割ったことでロッソマヒンは地元警察に数日間拘束され、警察署長はまた戦場に送り返すと住民に説明していたんだけど、村の隣町で女性の遺体が発見されて容疑者としてロッソマヒンが逮捕されたというよ。プリゴジン氏は、戦闘を終えてロシア国内に解き放った元受刑者について、それら元受刑者による帰還後1ヶ月以内の再犯率は 0.31% しかなくわずかに20人だけがと主張して、侵攻前のロシア国内の再犯率より10から202倍も少ないとする見解を述べていたけど、その主張には根拠がないとしてワグネルが解き放った元受刑者による犯罪を懸念する声がロシア国内で高まっているとされているよ。このワグネルへの批判の高まりを感じたプリゴジン氏が、ウクライナからワグネル戦闘部隊を引き上げさせようとしているのでは見方がある一方で、ワグネルがこのところ緊張の高まりを見せているスーダン内戦に関わっていると伝えられていることを指摘する見方も出ているぜ。アフリカのスーダンでは国軍と準軍事組織 RSF が衝突し、4月に入ってから首都ハルツームなどで激しい戦闘が続いていて、日本も含めた世界各国が自国民をスーダン国外に退避させているね。そうした中ではグネルが RSF 側を支援しているとして、中東のアルジャジーラ通信社が報じたよ。ワグネル側はこの報道に対して声明を発表してスーダン内戦との関わりを否定したけど、ワグネルはこれまでも政情不安な途上国に戦闘部隊を派遣していて、リビア、マリ、中央アフリカ共和国などに戦闘部隊を送り込んで様々な利権取得に絡む活動を実施していることが知られていて、スーダンにおいても南部にある近郊の防衛などを受け負ってきた事実があるんだ。ワグネルでは、このスーダンの近郊を防衛する代わりに採掘権や金の販売などの利権を得ようと、内戦にも深く関わりたいとする意図があるとみられ、RSF に対して武器の供与や作戦指導を行うだけでなく、戦闘にも参加している可能性があるとみられているな。これらのことからプリゴジン氏が、損耗の割に年がないウクライナからは撤退して、スーダンでの利権を獲得しようとしている可能性が高いとの見方が広がっているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。